佐交通面面線の路面電車停留場加護停留場は1910年10月、五面線の葛島橋西詰停留場から、加護までの区間が開通した際に設けられた。当時の路線は、張間や橋方面から加護までで、ここから先、五面町方面に路線が通じるのは2ヶ月後の同年12月。この時は、大津停留場までの区間が開通した。停留場は、 その後1943年に一度休止されるが、後に復活している。ホームは2面あり、2本の線路を挟んで向かい合わせになっている。線路の北側にあるのが五面町方面行き、南にあるのが針間や橋方面行きのホーム。五面町方面の安全地帯は1997年に設置されたものである。カゴは土佐日記にも登場する地名で、本来は 水イと表記していたとされる。停留場の北側には、高知上等病院、隣の田辺東通停留場との間には、加護神社があり、五面線の軌道は、神社の鳥居前を通り抜ける。ABCDEFG、土佐原鉄が走る町根弱100.156から158ページ、ABCDE 魔王啓介、日本鉄道旅行地図帳十一中国四国、新庁舎、 2009年、60ページ。ISBN978 から4から10から79万29から6。AB、路面電車は行く高知高知新聞社。1998年、84ページ。ISBN4 から875032684。上野広と、都座電交通、再出発、便利な市民の足に、高知で、設立式新デザインの車両披露。 毎日新聞 AB 川島慶三四国、九州ライン全線、全駅、全廃線第二関四国西部エリア、高段車、図節、日本の鉄道、2013年、34.91ページ。ISBN 978から4から06から295,161から6。ABC、土佐電鉄が走る町根尺82から83ページ。 水譜と書いて、過去と読む。ウィックド、過去も参照。ありがとうございます。